しずえさんね、村人とね、違ってね、まあ、やっぱ村人はあの、埴輪がマジで強いから、横伸び埴輪が。あの横伸びはさすがに、マジで強い、やっぱ。まあ、対戦ゲームで弾と一緒に前進めるっていうシーンで。まあ強いよ、普通に考えて。けど、まあなんかその代わりなんか知らんけど、上強、横強、後ろ投げ、まああと弱か、が、かなりしずえさんの方が強い。圧倒的と言っていいほど強い、しずえさんの方が。まあ上強とかは、まあちょっと用途が違うというか、まあ村人に撃墜できるから。まあ、一概にも、まあ、介護官とは言えないが、後ろ投げと、横強。もうこれに関しては、もう完全な介護感でしかない。ただただ威力が低いだけっていう。なるほどね。で、まあ、空上と空下も、安定性という意味では、しずえさんの方が上位互換だし。なんか、埴輪くん、横向き埴輪くんがね、強い代わりにね、かなりいろんなものをね、村人は犠牲にしていて、その犠牲にしているものがね、でかいね、ちょっと。横強とかね、後ろ投げマジ全然違うんだよ。空炎とかはね、村人の方が下に判定が厚くて、ガーキャンとかでは結構優秀だから村人の方が。まあ、なんとも言えないけどね。ちょあ、ごめん、ちょっと、めんどくさくなっちゃった。クーマイクーゴあんま変わん、え、クーマイクーゴの性能って一緒なんじゃなかったっけ、ノイトとシーゼさんって。あの、痩せたわ。一緒だった気がする。確か。でか。あらない。危ない。横強とか後ろ投げ全部しずえさん、しずえさんの強さになったら、さすがになんか結構強い気がするけどな。S は絶対ないけど、それでも。まあでも、まあ結構強いと思うけどね。まあ、もう普通にパーシングひたすら打って近づいてきたら、雑に近づいてきたらガーキャン。それだけやね、こいつは。でもこれが強いから。まあ序盤投げとか上強からでもリターン取れるけど。あだだだだだ、セーフ。痛い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 。性能のボールがえぐい。こういうね、なんか高身長キャラクターに対してはね、上りの空前空母が当たるから、この相手はね、結構やりやすい。なんだかんだ。まあこのカードは別に、全く静江さん有利ではないけど。ごめんなきゃ、マジごめんなきゃ。
あ、だだだだ。美味しい、美味しくない。27しか入ってない。今ので27しか入ってない。お前平成すぎだろさすがに。何しとんじゃんこの時代に。あった日本ガーキャンは優秀。持続流し。うん、無理。やっぱ着地はね、崖行った方がいいね。復帰ね、まあ、復帰、強いとは言えないけど、復帰力自体は結構あるし、まあ、工夫もできるから、正直。まあ、崖行っちゃえばね、正直着地はまあ、そんなに困んない。崖上がんな、大変だけど。こうやって。こうやって行って、これ崖行っちゃえばいいから、着地は。サムツとかもそうだよ。空中機動力が結構あって。着地はそんな強くないけど、結局崖に行っちゃえば、崖上がりの嫁になるから、まあ、崖で頑張ればいいよねっていう。まあ、そういうキャラ結構多い。すぐ。復帰弱くはない、さすがに。こんだけ距離取って、距離あって、調整もできるが、まあ、強くはない、むしろ。痛い、あ、自分がダイヤになってくれたらそれな。まあコンボ耐性は高そう。シゼさん前、このお前が一回触るのとこのパチンコ何発当てればええねん。お前が触るまでに近寄らないでくれます。やだ。あん。あん、あん、あん。よし。逃げろ。危ない。敵もね、これで下の方からこうやっていっちゃえば受け身取れません、取れませんでした。だらぐいし。いや、チンゲさんは入んないでしょ。 OK。 来るな。来るな。このカード自然さん有利じゃないですか。そんなことはないと思いますけどね。さすがに怒っちゃうよ自然さん使いが。見てください、こんなしょうもないパチンコ何発当てれば勝てるんですよこれ。これがね、実は和也がきつい。まあ適当にビップしたからね、何も考えてなかったけど、これね、この下 B めっちゃきつい、和也。ジャンプが遅いから。
頼む、守ってくれ俺を。よし、こうやっとくときつい数や。